まあ変なね、そんな変な気を使う相手じゃなくてよかったなって、うんまあ、僕は思ってますけど。なんかいいの気使うと。だから中竹軍団の中だったら僕ポロリさんあんま会ったことないんで、ああなるほどね、多分遠慮しながらの会話しかできない、うんうん、またジャグラですかとか言えないそうね言った方がいい俺今日ジャグラですかって、こういう対決系でジャグラですかって言えない。えいやーさーって言ってやればそんなにバラーイ。最終号の感じで50本お願いします。ありがとうございます。バークレー、チャールズ・バークレー、これ最後尾じゃないかな。5番どこだ、アズワングランプリ中堅戦。さあやってまいりました、はい、どうも諸角ゲンズブルです。どうも中竹軍団中堅ですね。中竹先輩です、よろしくお願いします。中堅ですけど実力的にはでも中竹軍団の大将じゃない。大将だよ ね完全に影の大将だ。自他ともに認める大将でしょう。だっていやまあね、メンツ見たらあの軍団ポンコツしいないからね。そうなんですよ。だからまさにそのもうね、ポンコツっていう通りの結果に今中竹軍団がなってるんですよね。そうね。現在2戦終えた時点で中竹軍がなんとマイナスの2232枚ということで。でもさ、今2戦でまあ4人戦って、はい、3人プラスっていうのはまあすごいよね。そうですね。プラス3枚はみんなそれぞれ残してるんですけど、うん、まあちょっとまあだから主が負けてる分、うん、こっちがマイナスっていう感じ、ね、そうですね。で対して、マリモン軍、僕が所属しているマリモ軍がプラス3246枚ということで約5500枚のさ、きついね。だから今日はこれを埋めるような感じで立ち回っていかないといけないし、うん、逆に僕は守りに行ってもいい。いやでも後ろがポンコツなことを考えるとだからその中だけ行くでしょ。ここでもうチャラぐらいにしないと最低でも。だからこの2232枚のマイナスは埋めないときついっすね。そうだからもう刻むっていうのは多分無理。もうないっすね勝つためにはここでもうプラマイゼロにしないと。うん、そうですね。後ろに控えてるのが松本さんと大将、大将の中だけ。どっちもどっちっすやばい。いやー逆に本当僕は今軍団通してかなりのプラスなんで、うん、まあ自由は利くよね。うん、ただまあどうでしょうね、そのこうやって動画で配信する中で、うん、なんか狙い台とかっていうなんかあります？いやまあね、まあ、ノーマル A っていう選択肢は俺はないないですよね。なんか朝一ジャグライクとかっていうのはないですよね。ちょっとエイヤーターとかって言えないですねちょっとどうなんですよ。だからそのね、地方の方がジャグラー朝一ね行かれてますんで、まあね負けてないからねいいけど、うん、そこはやっぱしっかり結果残してますからね、うん、じゃあなんすか、もうちょっと荒めの機種に。そうね、うん、僕だからどうしようかなと思ってるんですよ。このプラス3246枚を切らさないように打てば。いやそこは諸角さん持ってるんですから。パワー勝負いきます。いやもうバラエティ楽しくしてくださいよ本当分かってるでしょいや分かんないですよ。僕も朝からジャグラー行ってエイヤーターとか言ってで、バラエティだからなんかもう一人でハイテンションジャグラーってやってるかもしれないですよいやでもまあそういうのもね新しいかもしれないけど、 あんま打たないでしょジャグラー。ジャグラー打たないですね。いやでもなー、そんなの見せられてもね、皆さんねでてれててドゥンドゥンドゥンって、いや面白くないでしょ絶対面白くないから、うん、なんか赤坂さんがやっぱパワーファイターだから、うん、僕も今日はそれに乗ろうかなとは思ってます。なるほど、うん、やっぱ攻めて攻めてで、ね、これが結果的にじゃあさあ埋まりましたってなってもそれはそれでね、うん、僕後ろに帰ってるのバチさんとマリモさんで、
バッチさんはまあ上手いから、なるほど、そんなに大崩れしないと思うんですよ、どっちにしろ。マリコさんには触れないと。マリコさんだよね、大将の本格とかどうなのこれ、どっちも僕ら中堅戦なんで、はい、割と気楽だとは思います、はい、うん、なんでね、今日はお互いの持ち味を出せればというところ で、はい、頑張っていきたいと思いますけれども、はい、というわけで、ただいまより中堅戦スタートというところで、今回も頑張っていきたいと思います、はい、実戦スタートです、はい、怖さはないよね、別に。何だろう、何しでかすか分かんないっていうのはあんまないから、ね、想定の範囲内で動いてくる感じはする。うん、まあだから、まあつってもね、だからといって俺がモロゲンの動きをどうこうできるわけじゃないから、まあまずは自分がミスしないようにっていうの感じかな。でもやっぱ昨日僕寝る前にジャンバリの動画バーって見漁ってたんですよ。やっぱそういうの大事っすね。やっぱテンションが上がる、ちゃんと、うん、その収録のテンションに持っていきやすくなる。動画をいっぱい見漁ったことで早く収録やりたいみたいになりましたもんね。で今日はテンションは合格点です。まあ、とりあえず凱旋からいますかね。前日大きくハマってる台は特になし。まあまあカードさん、なんか昨日は泥目だから強かったとかあんのかな。特にこれといって、まあいつでも取れる感じか。パーです。外転。マイジャグが埋まって、ああやっぱ北斗押してんだねみんなね。番長はあんまり座んない。結構番長も結構出てんだよな。おはようございます、お願いします。さあ行きましょう。パチンコ周りなんでね、やばくなったらパチンコ行きます。で赤坂さんはパチンコ打たないから、そのうわまずいなってなった時が見ものですね。僕割とすぐ諦めてパチンコ行っちゃうからな。だからまあ今回 の、 そのまあ中竹君に限らずトータルの出演者の中で立ち回りはもうずば抜けてます。下手したら一番うまいかもしれない本当に。その勝つという部分に関しては僕だってこうやって適当に角取っちゃう人だから。うわーこれ昨日ゴッド4回引いとる。さすがに売り切れやろゴッド。これちょっとダメだよな。こうやって昨日はダメだ。1万5000枚出てるよ。無理無理無理、こんなんもう出がらしだよ。じゃあどうすっか。でもこんだけ台数があって毎日のようにこの30回台のがあるから、あこれは上げ狙い。まあその入ってると思うそれ凱旋。ボット打つか。1万5000枚出てる台前日あえて座ってみよう。うわ赤坂さん角取ったか。あれゴッド出がらしだって絶対。はい、じゃあ開幕は凱旋にしました。ちょっと金の聞きますね最初。お、いきなり外れたよ。さすがに様子見るか。たまたまだと思うけど。うん、ちょっと移動しますか。2000円使いました。うん、微妙っすね。
では頑張っていきましょう。昨日は前日の最終ゲーム数が281ゲームで、まあ、2日連続のへこみ台ですね。まあ昨日6月6日ということもあってか、全体的に稼働はついてます。とりわけ強いのがマイジャグですね。でゴッドシリーズに関してはハーデスよりも凱旋の方が、まあ、普段から動いてるのかなといった印象を受けましたんで、とりあえず凱旋を選びました。まあこういう勝負になるって決まった時点で、あーリプさん早速4個い、あー演出ない、あーゼロ来ちゃったか。ここはゼロ来ない方がいいんですよね、3連目の後。あーリプさん、あのこれで刺さってくれたら一気にもう打つ理由ができるんですけど、早速リプさんを外しました。まあでも今日は中堅戦なんで気は楽ですね、本当に。まあ、もちろんその軍団のために頑張りたいという気持ちはありますけど、まあ、幸い今マリモ軍団はいい感じで来てますし、でここでこけても全然まだやり直しは効くかなという、ちょっとねそういう甘えた部分も正直あります。だから悠々白書でいう桑原みたいな感じですよ、中堅戦。ターちゃんで言えばアナベベみたいな感じだから、まあ、大してそのなんかえげつない活躍しなくても、朝一のリプさんが4にならなかった時点でこの台との相性は悪い、やめる。どうしましょう。赤坂さんが多分2000円だけ打ったであろう角台、いやこれは出がらしだよな、絶対昨日出っ放しだもん。でも逆にリセットはかかってんのか。さあでは2台目凱旋の角台です。昨日ゴッド4回引いてる台、まあ、1台目はここ1週間ゴッド引いてない台でしたけど、さあこの台昨日4回で1万5000枚出てます。一昨日も1回、いやーこれゴッドバカだな、割とこの台は。やっぱその凱旋って、まあ、例えばですけどチャンス役で当たりました、あで、まあ、キナナ5連とか外れでちょこちょこ乗せて、4、5連しました。でそれで、まあ、1500枚ぐらい出るわけじゃないですか。ただやっぱその出方だとね見ててつまんないんですよね。それよっか例えば、まあ、天空の扉バシャーン来て、うわーゴッドかなどうかな、うわー残念とか、イカ土バーン来てゴッドかなどうかなとかっていう、その確定役を思わせる演出、それがたとえ外れたとしてもそういうのを思わせる演出が発生してほしいですね。その方が見栄えがいい。バンジョースリー打とっか。やばい、モノゲンがね、凱旋行ってくれたからね、自滅マッチもある。いやー、どこまで取られるのかな、対決。前日83だから、まあ、7、8回は引いてるでしょう、ゼロ。まあ、7回かな、多分。まあ、60まで引っ張られたら、まあ、ペテンコでしょう。60まで行けば確定か、普段に。
最先端されてるところだもんね。43年文化祭わかんないですね、連休かどうかまだ。わかんないところでロック入っちゃった。何かな。ここはきつい。あれ、なんか違う、カウントがいってないってことだ。チェリーだったのか、まだわかんない。これはもっとわかんない。足して60のところかな、前日と合わせて。
まい。投手25本、いや右上がりだったからな、もしかしたらと思ったら揃ってくれましたよ。さあここ大事っすね、ここでも多分今日僕決まるわ、うん、3つは行きたいな、だ合計3つでいい、2回揃えよう、だ3連させて900枚、うわーもうギャラリーがーもうやってやりますよ。じゃあなるほど、さあ行こう。まあまあもうご存知の通り、カットインが出なければって言ってた、出た一番下、いやー弱いなー、とりあえず一発一発、うわーやばい、もうやばい、なくなったわけですからね。ああ急いぞ、一番下だよな、弱いよ、頼む、うわあ、うまい、勝手に入ってる、落ち着いていこう、落ち着いて一本落ち着いて、まだ慌てる時間じゃない、そうそう、このほらこれでとりあえず履歴にダイヤ3つです。さあ頼むぞ、まだ慌てる時間じゃない、仙道さん一本行こう、さあもう半分半分、さあ時間よ止まれシリーズ、ソフトオンデマンド、頼むよ、あ、演出がない、あ、はい、このパターンあんま強くないけど、ストロークとまあまあです、ちょっと雷よりはこっちの方が熱いんじゃないかな、いやカットイン、これで5回目じゃない、4回目4回目残り4ゲーム、あと宝石3つでストックしてることを願うのみですよ、うわーもうチャンスあったんだけどな、いやせめて3連ぐらいはさせたかったな、本当421枚、まだ全然足りません、ゼロはちょっと強いよ、鏡来い、あーダメか、おーた、よし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 、さあ宝石3つの分や、これはきっと宝石3つはループに戻るかったけど、ちょっ
かどうか。鏡が出ない。あー弱いな。残念ながら一発で終わりました。ループストックなし。ただまあ投資が1250枚なんで約半分戻ってきました、ね、とりあえずじゃあこの辺で赤坂さんの様子を見に行きますか。お、苦しんでるじゃないですか、いい具合に。どうですか。なんとも言えない。なんとも言えない。まだそんな悪いとこばっかりでもないですか、うん、何とも言えない悪いとこでもばっかりでもない。番長ええんすかね。いや、こんな良くないと思う。あ、別に全体が強いとかではない。ああ、ちなみにこの大会の優勝の副賞してます。なんかドリンク1年くらいやろ。マジいらないっすよ。いらねえマジ。確かにその1年が終わった後ドリンクに慣れすぎちゃってどんだけ疲れたまんないと話す。でもどんなドリンクか分かんないじゃん。あのマムシドリンクとか50的なやつ。それだったら歓迎です。
か、せっかく AT 中だし。行くぞ。最悪。やっちゃったよ。ただ外れだから。外れでたまたまあの演奏聞いちゃっただけだろ。1台はあると思うんですよね、この台数なら。それはリードします。前日最終ゲームが411ゲームで、今日が49ゲームでやめられてますので、まあ最低でも1000回しは天井です。さあでは3台目も凱旋です。まあ赤坂さんも凱旋に移動しましたんで、これでもう投資スピードは一緒ですね。現在投資が25本、手持ちがまあちょっと減らして600枚ぐらいでしょうか。守りに行くような投資でもないと思いますので、もうあれ今雷で奇数飛天杯ですか。話しながら打ってたかちょっとよく分からなかったけど、もしそうであったのであれば、まあ、一応裏手の時に出やすい演出ではあります。ただまあガセる雷奇数飛天杯はまあまあガセります。雷奇数飛天杯出た後に、まあアルテミスでリプレイ外れとかね絡んでくれたりすればいいですし、まあ、またその雷で奇数飛天杯が、頻発してくれれば、ね、裏手の可能性は一気に上がりますけど、まあ一発はガセる。大きい声出ちゃいましたね。もうすみません本当に。うわーってもう心の底から今すみませんです。うわーこれね、左だなー、来てくれりゃなー。いやこういうのが見たかったんですよ。ゴッドかもなって思わせてくれる演出。現在143ゲーム。さあ行きましょうか。行きますよ。応援してください。せーの。おお、赤七リベンジなるか。おいさい、くらい揃った。さあ今度こそ、さあ今度こそですよ。行きましょう。
言えそうだよ。お願いします。告白する時も、あーデートの時も、喧嘩の時も、ごめん仲直りした時も、いつでもどこでもジャンバリ新着アプリ